はい、ようやく完成いたしました。これがね、新しい、撮影編集場所になります。結構ね、そのテーブル自体が幅広くなったので、今までと違って、広く使えるんじゃないかなという感じがします。まあ、せっかくなんで細かく見てみましょうか。はい、MacBook はね、基本的には自宅の方ではここに置いてクラムシェルモードで編集をしていく予定です。はい、そして上を見上げていきます。はい、こちらはね、まあ少し棚を作ってみたんですけども、まあなんやかんやあんまり置かずにね、あのいただいた、この似顔絵であったりとか、奥さんが作った刺繍とか、そういったものを置くようにしてます。で、上はキャンプ用品のね、シェラカップとかクグサとか、あとはドリッパーを置いてます。この、リング、これをね、送っていただいたものなんですね。まあ、使い方によっては、ハンモックも止められるということなんですけども、まあちょっとうちの自宅がね、そんなに広いわけではないので、今後もしやれたらね、ハンモックも吊るしていきたいなと思ってます。とりあえずは今はね、このドリッパーとか、シェラカップを吊るしてます。はいはい、そして今度は、机の右側ですね。これは先ほど作った棚ですよね。棚に、防湿工、あとは下にはキャンプ道具をまとめてます。結構ね、使い勝手がいいですね。可愛らしいし。はい、そして反対側です。まあ、反対側はね、前と変わんないんですけども、ここをちょっとね、まだごちゃごちゃしてますよね。キャンプ関係のものとかが置いてます。はい、この横の部分にね、デアウォールを1本つなげて、ウクレレと、ギターですね、ギターを置いてます。はい、そしてね、テーブルの横なんですけども、これはね、新しく導入したんですけども、キャンプ用品をしまうための、まあボックスというか棚ですね。こうやって目隠しもできるし、これで丸めていけばね、上で止められるようになってるんですね。はい、こういう風に止められるようになってます。で、細々としたね、キャンプ用品、あのこれ出してると結構ごちゃごちゃしちゃうので、もう隠せるようにで、かつ必要なものがすぐに取り出せるようにね、導入してみました。ね、ミリタリー調で結構雰囲気もいいんじゃないでしょうかね。はい、といった感じでね、新しくしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっとね、僕ここ最近ネイビーにハマってて、スタンレーのね、ランチボックスとかもネイビーだし、これもネイビーだな。ちょ、ネイビー好きなんですよ。なのでちょっと背景をね、青にしてみたんですけども、まあ今までとちょっと違ったね、雰囲気になったんじゃないかなと思います。まあチャンネル名も変わりましたし、まあ、新規一点ね、ここで編集撮影を今後はしていこうかなと思います。はい、こんな風にね、ちょっと横からのアングルっていうのも今まで撮れなかったんですけども、テーブルが広くなったおかげでね、こういったアングルも撮れるようになりました。まあ、商品レビューとかね、したりするのに便利なんじゃないかなと思います。今後はなんかいろんなアングルからレビューができそうな感じがします。で、今回ね、そのクランプシェルフのパーツとかを作っているメーカーさんから、いろいろとね、こういった工具というかパーツを、提供していただきましたので、まあ、普段自分がね、しないようなちょっと思い切った DIY ができたんじゃないかなと思います。やっぱりね、こういった武骨なこう男心をくすぐられるような DIY のパーツがあったりすると、アイデアもね、やっぱり湧いてくるんですよね。で、本日ご紹介したもの以外にも、パイプをね、こう、連結して棚を作ったりとか、するものも売ってますし、ホームセンターに行けばね、あるんじゃないかなと思います。僕はユニティというね、ホームセンターで購入したりしてます。で、今後も多分ね、なんやかんやこのパーツを使って、DIY を作っていくと思いますので、ぜひ興味のある方は、ご覧いただければなと思います。で、今回作ったその棚とか他にもね、いろんなものが作れるんですけども、それは、ホームページを参考にさせていただいているので、概要欄にリンクを載っけておきますので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。それでは
今日はこの辺で失礼いたします。藤原でした。またね。バイバイ。